西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです。塾講師 A さん40代東京都の方なんですが、日本人の短所は熱しやすく冷めやすい、潔癖症が過ぎるとかあるんですけれども、要するにはしかの問題もありましたけれども、ワイドショーでわーっと騒いでたけど今は誰もいませんと、まあその他ですね、要は喉元過ぎれば暑さ忘れてどんどん、課題が積み上がっていくのに ほったらかしになってしまうと、先生はどうお考えでしょうかということですけど、まあまさにそうですね。で、私は一番大きな問題はですね、まあ、日本人は喉元過ぎればというよりも、もっと言えば健忘症なんですね。で、例えば、バブルの時もそうですけど、その前も含めてですね、まず明治維新、そしてそれから戦後戦争に負けた、でそして今、この、バブルの後の、この経済の大改革、全部これ、明治維新は外圧ですよね。で戦争に負けてやったのもこれも外圧で、占領軍にやられたと。それから、その後のバブルの後のですね、平成の大改革、行動改革なんかも、これまさに、アメリカの一極支配、新自由主義が世界中に蔓延したことによって、そういう仕組みに変えられていって、その時はですね、とにかく、まあ、そういう方向で改革しなきゃならないんだと。明治維新も戦後の改革も含めて、みんな、右向け右でやっていくんですよね。で、ところがそこに大きな問題がはらんでいてるんですよね、初めから。ところがそのことは全くお構いなしにやらなければ仕方ないと。しかもやっていった後さまざまな問題が出てきて、結局そういう、改革騒動はどうだったのかということが目の前にあるんですけれども、まあ、それを全く反省しない、まあ、そのことを、順序だって秩序だってですね、歴史的なこういう流れを見てあれはどうだったんだということをしないで、まだ次の新しい問題、新しい危機が出てきたらその危機に対応していくという、このことの繰り返しなんですよね。で、これは本当にこの日本人というのは一体どうなってるのかというのを私本当に感じるんです。で、これは、まあ、ある意味で言うと人がいいととも言えます。恨みを、残してですねやっていく性格性質じゃないんですよね。で、しかし、まあ悪く言えば本当にお人よしどころかですね、健忘症、全く何の反省も、その総括もしないと。で、これはやっぱりかなりまずいと思いますね。しかもその中で多くの失敗の中でですね、人の命が奪われたり、まあ、財産がなくなったりですね、まあ、とんでもないことがその、改革騒動の中で常に起きてきているわけですよね。で、人間ですから、間違いは当然あります。正しいと思ってやった改革がですね、結果的には、大きな、逆に言ったら損失をもたらしてしまったということも多々あるんですが、まあ、そのやった改革を、だからダメだ という形で否定するというよりもですね、それはそういう事情があったとしても、事情があったとしても結果的にはやっぱり失敗があったんだったら、そのやった人の非難をするということよりもですね、なぜこういうことをやらなきゃならなかったのかと。で、まあ、それがもうやむを得ずだったとしても、しかしそれがまずかったら二度とそういうことがならないように、もう少し、この論理的なですね、物事の整理をしていくということが非常に大事だと思っています。で、私はまあそういうことで、そういうまあ戦後の改革も含めて非常に日本人のそういう性格性質というのにですね、疑問を持っておりまして、前々から私はそういうところの問題点についてきたんですけれども、実はまあ来年私も選挙を迎えますんで、その選挙の年にはですね、毎年今本を出そうと思っておるんですけれども、今そういう日本人の、このそういう性癖も含めてですね、なぜ今日このさまざまな改革は失敗してきてしまっているのかということも含めたですね、ちょっと戦後の、改革騒動の顛末も含めたですね、本を書いてみたいと思いまして、今ちょっと原稿を書いているところなんですけれども、ぜひ、これが出版されるようになりましたらですね、皆さん方にもご覧になっていただいて、いきたいと思います。まあ、いずれにいたしましても、塾講師 A さんがお話になっているようにですね、非常に
日本人のその悪い性癖ですね、そういうところがあると思います。今日は塾講師 A さんのほか、トロッコさんが3通、フクロウさん、鍵武者さんが4通、三毛猫さんが2通、電気屋さん、ゴンスケさん、吉郎さん、熊五郎さん、それから塾講師 A さん、以上15通プラスいつものウッキーさんからお便りいただきました。ありがとうございました。